皆さんお疲れ様です メンタルヘルスチャンネルのレミです。今回は、うつ病になると一体どんな生活になってしまうのかというお話をしていきたいと思います。私自身も2018年にうつ病とパニック障害を発症し、入院までしました。当時を思い出すと、重症な時期はとんでもなく辛い生活だったなぁと感じます。ですので、今回は、うつ病の特に重症な時期の生活が一体どういう感じなのかをわかりやすくお伝えしたいなと思います。 できればうつ病にはなったことがない方にも伝わってほしいなと思いますではいってみましょうまずは朝ですが早朝覚醒といってとっても早い時間に目が覚めてしまうという症状に悩まされます私の場合は明け方4時には目が覚めてしまいそこから一切二度寝ができないという状態でした早朝覚醒のせいで朝が来るのが怖いと感じる人が多いと思います太陽が昇るとだんだん気持ちが絶望的になっていくのですあー まままたた恐怖のの日が始まるのかとよく落ち込んでいました朝に目が覚めるなら漫画を読んだりゲームでもしていればいいのではと思うかもしれませんですが重症な時期はそんなことができるほどの体力もなかったりします体が縛り付けられているような苦しさや頭シと岩が乗っかっているくらい重たい感覚があるため体を起こすことすらできませんなので朝早くに目が覚めても特に何かをして遊ぶということもできない なので地獄のような時間を布団の中で何時間も過ごすことになりますさて朝食の時間です8時くらいになると入院をしている場合朝食が運ばれてきますが全くお腹は空いていません中には過食してしまうタイプの方もいると思います私の場合は朝からずっと気持ちが悪く吐き気が強いので朝ごはんはほとんど喉を通りませんでした朝ごはんは1日活動するために必要なエネルギーを補給するための 大事な食事ですけれどもうつ病になるとお腹が空かなくなって食欲がわかないということがありますなのでご飯を食べられないという人も中にはいるのです食事が唯一の楽しみだった私はこの時間が一番辛くて苦しかったです大好きなご飯が食べられないこれは地獄のような苦しみですよね日中はどんな風に過ごすことになるかうつ病が重度だと動けないので寝たきりになります布団の中でゴロゴロするか少し 動けたとしても椅子に座るくらいです体力がかなり落ちているので歩いたり外に出かける元気はありません私の場合は吐き気が強すぎて横になることもできなかったですまるで終わらないインフルエンザにかかっているようなずーっと二日酔いに襲われているようなそんな感覚でしたしかもいつ治るのかもわからないのです日中はそれでも力を振り絞って漫画を読むなどして気を紛らわそうとしていましたですがあまりにも苦しくて 内容が頭に入ってこない時も多々あります。 本を読んだりしたいけれどうつ病になると文字が読めなくなりますなので難しい用語が多いものは読めないし少しでも暗い内容だと影響を受けて一緒に具合悪くなりますなので好きな読書もほとんどできなくなりましたできることといえばスマホで簡単なゲームをやったり簡単な漫画を読んだりするくらいでした映画やドラマなども見たかったのですが私の場合は少しでも映像を見ると吐き気に襲われてしまっていたので動画や映像を は全く見れませんでした。テレビも見れなくなるという患者さんもいます。どうでしょうか。せっかく仕事から離れているのに好きなことも全くできない。これがうつ病の辛いところなのです。うつ病だから休んで楽しているんでしょうと思われがちですが、それは大間違いです。うつ病になると重症な時期は好きなことすらできず、ずーっと苦しみ続けることになるのです。日中は眠気に襲われる患者さんも多いです。なぜかというと夜に 不眠になりやすいのでその分日中はとてつもなく眠くなるからです頑張って起きようとしても睡眠が足りていない体は耐えることができませんなのでついつい昼寝をしてしまう患者さんも多いと思います昼寝をしてしまうと結局また夜眠れなくなるという悪循環に悩まされるのですさて昼食の時間です入院をしていると12時にお昼ご飯が運ばれてきます私は食欲が全く湧かないのでお昼ご飯もほとんど 喉を通りません栄養が全然取れていない状態が続くとうつ病も悪化しやすくなります食事の時間が地獄で辛いという方もいらっしゃるかもしれませんそして夕方です病院では早めにお風呂に入ることが多いのですがここで問題が発生しますうつ病患者さんはなかなかお風呂に入ることができません実はお風呂というのはとても体力を使うことなのですまあ入院しているとそもそも湯船に浸かる時間もなかったりする るのでお風呂に入ることすらないというケースもありますお家にいるとしてもなかなかお風呂に入れなくなりますうつ病になると体が鉛のように重くなりそのため思うように動かせませんなのでお風呂の湯船に浸かるのも一苦労ですそれから体が痛かったり動かす力がなくなっているので髪の毛を洗ったり乾かしたりということもできなくなります私もなかなか髪の毛を洗うことができずとっても辛かったです 本来人間はお風呂に入ることでリラックスして疲れを取ることができます。でも、うつ病になるとお風呂はとっても苦痛ですし、お風呂に入ることで逆に体力を消耗して疲れることもよくあります。さて、夜になりました。病院では6時頃に夕飯が運ばれてきます。私は相変わらず食欲がないので、あまり食べずに夕飯の時間も過ぎていきました。患者さんによっては、つい夜に過食をしてしまう方もいるかもしれません。 また、たた栄養不足が続いていいいいてて、るるるととと甘もももののをを欲したりしりり余計に体に体悪いものを取りたくなることもあると思います。そして、夜ご飯を食べた後は歯磨きです。実は、この歯磨きも患者さんにとっては難しかったりします。歯磨きなんてとっても簡単な行為じゃんと思われがちですが、これもうつ病患者さんにとっては重労働になります。私の場合、歯を磨くときに歯ブラシが口に入るだけで気持ち悪くなりやすかったのでとっても嫌でした。でも、 歯を磨いておかないと後々とても辛い思いをする可能性があります。歯磨きを放置すると虫歯ができたり歯肉炎や歯周病が進むことがあります。ですのでお風呂は入れなくてもできるだけ歯は磨いておいた方がいいと思います。難しかったらうがいをするだけでも大丈夫です。歯だけは失うと取り返しがつかないものですので気をつけましょう。さて夜もどんどん時間が過ぎていき9時頃になります。実ははうつ病は朝が一番 体調が悪く夜になるにつれて少しずつ体調が良くなるという日内変動と言われるものがありますなので夜8時や9時ごろになってからようやく元気になってくるという患者さんもいます私自身も一日の中で一番体調がましになったのは夜8時から9時ごろでしたでも病院では9時消灯ですそしてうつ病になると夜は眠れなくなることが多いです9時に電気を消されても 頭は冴えてしまっているのです私はなるべくスマホを見ないように心がけていましたが全くダメでした9時になって布団に入っても眠れず10時、11時 どんどん時間が過ぎていきます入眠困難といってなかなか寝付けないまま夜を過ごしてしまう患者さんがたくさんいます睡眠が取れないからますます体調も悪くなるという負のサイクルなんですよねさて夜中の12時になりました私はまだまだ眠れる気配がありませんなのでナースセンターに行って少し看護師さんとおしゃべりをした後睡眠導入剤をもらいますこれが私のルーティーンになっていました薬を飲んで少しうとう としてきたのはもう夜中の2時頃ですようやく眠れるかなと思って眠りについてもまた夜中に何度も何度も目が覚めてしまいます中途覚醒といってうつ病の患者さんは眠りが浅くなりがちなので夜中に何度も起きてしまうことがあるのですそして気づいたらまた朝の4時地獄の1日が始まるというわけですどうでしょうかこれがうつ病患者さんのリアルな生活ですまだうつ病を経験したことがない人はこん ななな生活にになるなんて絶対に嫌ですよね一度うつ病になり悪化させるとこんなに辛くて苦しい闘病生活が待っています。ですので一番大事なのはうつ病にならないように普段から予防をしておくことなのです。ではどうしたらうつ病を予防することができるのでしょうか。ストレスをためないようにするというのは大前提です。ですがそれ以外にも大切なことはたくさんあります。まずは毎朝しっかりと太陽の光を浴びることです。太陽の光 あるいは体にとってとても大事な栄養になるので毎朝欠かさず浴びるようにしてくださいそして適度な運動ですうつ病になってからでは運動はなかなかできなくなってしまいますうつ病予防に散歩や軽く汗を流す程度のリフレッシュになる運動はとても効果があるのでぜひ取り入れましょうそして栄養バランスの良い食事をとることです野菜だけでなく肉や魚卵大豆などのタンパク質もしっかりととってください タンパク質が足りないと脳内でセロトニンという物質が作られずうつ病になりやすくなります日頃から意識してタンパク質を中心にバランスよく食べるようにしてください最後に十分な睡眠です睡眠時間が足りていないとうつ病のリスクもぐーんと上がります早めに寝て休息をたっぷりとって毎日体を休めることを忘れないでくださいまたうつ病になってしまった方も心配しなくて大丈夫です今話したことを守って適切に薬 治療のみ主治医と二人三脚で前向きに治療に臨むことで必ずうつ病は回復していきますということで今回はうううつ病にになななっったたらどんな生活になってしししままのかというお話をしましたこれを聞いている方が少しでもうつ病への理解を持ちちょっとでもメンタルを健康にするために生活を改善できるようになるといいなと思いますということでご視聴いただきありがとうございました。